りあえず行ってみましょう。クライマックス。よっしゃ、ちなみにこっち側に行くと登山道ルートもあるんですね。さあ来るかな。ロビューの方がいいか。荷物が重たい。おいしい。もう雨でツルツルですね。間違えたな、ルート。カメラ映ってる、これ。
かなくいいじゃん。水は流れないんですよ。
抜けませんでした。抜けて何言うかだよ。ここからヒルクライム区間です。このタイヤできるかな。結構ね急なのよ。地面が残るんできた。一回止まるとアウト。こういうのもアウトね。記録は3メーター。思い出したかな。Oh my god! ひっくり返るぜ、ベイビー。やん。やり直し。結構なね。でも思ったより、スタートがいけたな。この入り口の木にビビったからで。これはエンドリが。お今見て思うんだけど結構ほんとね結構急。よしもう一回。いやこういう木をどけようか。倒れないでねセローくん。気にならなかったね。じゃあこれで真ん中を。ですね、最初の1回じゃね、2回目チルチルになってた。おやべえ、ここ上がれんかも。まだ結構上があるんですけど。行きましょう、こっからで行けるか。消しちゃうみたいなもんですよ。そう、ここで決意のトラクションを考えよう。1、思い切り後ろに座る。これでどうだ。まだスタンディングからのあれとかできないんだもん。でもできるようにならないからね。とりあえず、どっち行こうかな。こっから入るかな。いやー、こっちしかないよな。これ無理だ。木が邪魔だもん。
下がる下がる。結局持ち上げてます。やべえ、早く帰って。子供らのご飯作らなきゃ。心臓がやばい。どうしよう。こっちか。よし。
石だな、石滑りそうだな。目的どうすればいいんでしょうか。こっちかな、いける気がしない。いいか、いや左手の力が出ない。落ち着けないか、どうする。記録距離バトルの無理だな、俺の腕じゃ無理だな、どうしよう。電話で切れたけど、お電話です。お腹が減ったパパいつ帰る、飯はまだ、飯をもっと食わせろってやつだな。もうちょっとで帰るか。よし、今日はここまで。二人は怖い。ああ、危ねえ。おっしゃ、こんなとこか、いやー
って感じですよ。しゃ。お、危ない。違うじゃん、これ。あは。でもなんかやっぱまだいける気はする。あれはね、途中で止まれずにいけるようになればいけるんじゃないかとは思うんだけど、Woo-hoo!